あんバターどら焼きとかどうかな。いや、これコロスケ、コロスケなりで来てくれない。あれ、あ、そうか、一応これ大福枠なんか違うな。あれ、おもき枠か。あー、なんやなんか、餅の売り場ないな思ったらこっちにあったな。さあ、もう一発行こうか。で、これでね、まだまだお菓子作れますんで、プリンを作ります。生クリーム。プリン。プリンです。高級感あげましょう。お、新記録。プリンで250円、結構高いよね。って思うような感じするのは気のせいでしょうか。はい、いろんなもんはね、つけときまして、これでどうだ先生、どうですか。お、評判プラ5。こう、雷さんもね、プラ33。とんがり、でも結構評判上がるようになりましたね。嬉しいな。さあ、プリンの棚がね、作れるようになりました。小学生の報告、どうだか、どうだかな。お、あったぞ。いいじゃん。プレミアカカオすげる。80円、高押します。おか、なんで、どっからの金だ。怖いよ。どっからの金なんですか。さあ、ちょっとね、早着替えしましょう。プリンの棚を、あれしたいので、ちょっと、こっちにね、移動。そして、え、なくなるの？あー、なんか、そういうあれなんだ。さあ、プリンの棚、オープンです。これ4種類ですね。もう、どら焼きがメインじゃなくなってきたぞ。でも、どら焼きの価格は高いからね。あ、探してるね。でも、いないんだ。そう、どら焼きが結構ね、値段上がってきてるんですよね。あ、生徒会長。どうですか？学園祭どうでした？お、人気1位獲得。プレミア価格をつける。とことん値上げるじゃん。どっからのお金だ？生徒会から？お、お菓子まだまだ作れますね。プリンでもう一個作れる。黒糖。黒糖プリンかな。お、黒糖プリンですね。静香ちゃん、150円。いやー、これでポイント使うから溜まっていかんのか、ポイント。いや、そんな気がしてきましたよ。さあ、イギリス君プラゴー、お、結構いい感じかな。豚ゴリラ、豚ゴリラ、ブーラゴリラこれで何人目だ、10人目。あれ、これダンクアップの条件満たしたんじゃない。あ、あと一つ残ってるね。あ、評判が足りないらしいです。でももうね、なんかダンク3できそうですよ。じゃあ、ちょっと座席を増やしましょう。2人用座席をちょっとここに増やしといて、評判を上げときます。評判を上げまして、完成、魅力1アップ。どうしようか、一旦なんかドラ焼きのあれをもらっとこうか。エリアプラス6で、どういう意味でプラス6なんだろう。あ、じゃあプラス 6？ じゃあレベル6か。お、ドラえもん、僕の天才的なアイデアを聞いてよ。お客さんがお菓子をお名義用に買って帰れるのに、飲み切りコーナーを作るのはどう？お店で食べなきゃなくて、お名義用にもお菓子を買ってもらえるから、きっと売り上げが上がるぜ。なるほど。さすがスネオくん。いい考えだね。え、変だろ。じゃあ、お名義コーナーの設置よろしくね。ドラえきやだよ。まあ、もみコーナーはあるか。
さ、あ、なんかコロスケのなんかあれが上がったね。なんでだろう。あ、なんかコロスケは好きってこと？でもちょっとティンポイ嫌いってこと？なんで？何？ちょっとティンポイ満足しないのか？さあ、結構ね、大福とか、いや、14個ドラ焼き買って帰ったぞ。で、キスギくん、14個買って帰って帰ったぞ。怖えよ。すごいことするな。アンティパンでお勉強しましょう。もう一丁。ピーナッツもトレーニング。さあ、結構ね、なんかドラちゃんのね、技術力も上がってきたから、なんか作るスピード速くなるとかそういうのはないんかな。なんかめっちゃすごいスピードで帰っていったな。そんなあれだった。さあ、あとできることはお願いはね、ああまあ飲みでコーナーね。あ、もうピクニックの行き先は増やしとこうかな。そう、あ、まあ、セワシ君はまだあれなのか。招待でプリン系とか、あ、いけるんじゃない。あ、じゃあここが一番消化が高いね。プリン系もあるしね。でもプリンはそこまで値段でかランク高くないで大丈夫か。プリンのあれとかどこでもらえるとかあるのかな。お、まだ作れるもんあるね。あ、じゃあ、あー、どうしよう。大福でするか。白あん。水飴。で、これ、練り切り。すねよー。値段上げてくれ。値段を釣り上げるんだ。値段を釣り上げるんだ、言ったよ。値段を釣り上げて、儲けるんだ。儲けてやろうぜ。儲けてやろうぜ、言って。さあ、ここから、お、カムナリさん結構いい評判、ありがとう。あ、まあまあじゃない。あ、もうちょっと上がってほしかったな。お、新記録。あ、羊羹、あ、違うんだ。またランクがランクっていうか、種別がちゃうんだね、種類が。じゃ、ポンプ。あ、な、こんなんあったん。あ、じゃあ広げるか。あ、いや、消えたぞ。違うよね。違うよね。じゃあ、ちょっと、テンポを広げましょう。それ全く使ってなかったね。広げてなかったわ。で、どこでもはちょっと邪魔になったんで、ちょっとね、端っこに寄せましょう。そして、羊羹の棚を入口近くに置いときます。まあ、ちょっと遠いか。ちょっと遠いか。さあ、これですね。あ、ドラちゃん OK が出ましたけど、セーブしますね。ドラちゃん OK が出ましたので、これで、まあ、三つ星に、なんで、なんか三つ星が言うんでしょうね。ランクを3にすることができますね。あげましょう。やったね。和菓子ランク3。お、こんにちは。ランクアップしたってきて飛んできたわよ。みんな頑張ってくれるって死んでたけど、予想以上の活躍ね。すごい。あー、ご褒美あげるよ。ありがとう。おめでとう。なんだろうね。お、いろいろ手に入れましたね。新しいストーリー発見。なんだい。お、フォーのねぞ。1、2があるんだ。ねえ、ドラえもん。ぶっちゃけ本で繋がった世界からお客さんが来てくれてるじゃない。うん、そうだね。お客さんが増えるのはもちろん嬉しいんだけどさ。僕たちがいる世界とは別の世界があるって不思議じゃない。そうでもないさ。この世界には無数のパラレルワールドがあるからね。例えば、ある日君が遅刻して廊下に立たされたとするだろう。でも、遅刻せずに立たされなかった世界もどこかにあるんだよ。わかったん？のび太くん。じゃあ、そっちの世界の僕は、その人どうなるの？消えちゃうの？つまりね、もしもボックスみたいなもんだよ。もしもの世界を作ったとしても、この世界は消えないし、作った世界もそのまま残り続けるんだ。
なんだ、初めからそう言えばいいのに。パラレルとかパラソルとかトンチンカンのことばっかり言うから。サブタ君。でも、もしもボックスはもしもの世界でつなげて体現する実験装置のようなものなんだけど、今回見つけた本はいろんな世界とこの世界をつなげることだけを目的に作られてるみたいなんだ。どういうことなんだろうね。一体誰がどんな目的でこれを作ったんだろうか。実に不思議だ。そして、果たして、この時代の技術で作れるものなのかという点も、のび太くん寝たな。寝るんじゃないのび太くん。くぅ、好き。もう、のび太くんはしょうがないな。甘いよ、ドラえもん。お、食材探しで武器のおもちゃなと似てるね、ました。お、ドラミちゃん早いね。仕事が早いよ。さあ、次のランクアップの授業は持ってきたわよ。応援してるわね。さあ、ランク4に向けては、食材探し、F キャラなんか、お客さんお客にします。で、お菓子の発見はあと1周だね。検定合格もあと1周。あと1個。あ、じゃあ意外とランク4もすぐかもしれないね。お、未来レポートの新商品が増えました。なんだ、アピクミの時ゲット。あれこれ2個、あ、ダメなんか。あ、まあ、食材探しをクリアしないといけないんだね。じゃ、のび太くんは、ね、次のとこ行かすよ。お、星の調べによりますと、ドラゴン本部が早くも三つ星に達成したことが分かりました。開店からお店を知る周辺の住民は、発表のために降りている。今後は新製品の開発も慎重になるなど、と、新鮮なお餅を、新鮮をして、お餅を食べながら語っていました。で、キス君、一体今後どこまで成長していくのか、ドラ猫本部から目を離せませんね。あ、あーシーバー効果消滅したからお客さん一気に減ったな。売り上げ半減ですよ、ほぼ。ガクって下がりますよ。さあ、お餅の回、お餅って、あ、3種類あるんだ。でも、ドライ機能がね、効果高そうなんだよね。って思ってるのは、気のせいでしょうか。さあ、三つ星になったことでね、まあ、大きくね、まあ、これからできることも増えるんじゃないんでしょうか。醤油。プリンと醤油って合うんか？水飴。お、みたらしプリン。そういうのあるんだ。さあ、静香ちゃんにね、仕上げやってもらえまして、370円。お高いですね。ちょっと高くなってきたね。ポイントがたまりませんね。もう、新しい世界、新しい世界を開けないわ。F ポイントが、F ポイントが足らないんです。さあ、評判プラ17ということで、新たな、お客さんですね。リオコさんがお店に来るようになりました。あ、来てるタイヤか。あれか。あ、もうなんかあれか言ったら悪いわな。まあドラえもんで言うと静香ちゃんポジションみたいなものかな。さあ、のび太くん。君がね、新しい場所に行ってもらうことにしたよ。どこがいいかな。じゃあ、ここにしようね。当選坊のキャラいいけど、のび太くん頑張ってくれるよね。頑張れよ、のび太くん。頑張れよ、のび太くん、言って。アンチパンでのね、勉強しときましょう。よし、じゃあですね。今回のパートはここまでにしようかなと思います。まあ、録画時間的に、まあ、またね、パート分かれるかどうか分かりませんが、まあもし分かれたらね、まあそういうことだったんだということにしておいてください。はい、ということで、もしの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。あ、ポイントゼロになったな。あれ？ポイント不足だぞ。
やばいね。